は名古屋を拠点に活動しているアイドルユニット TELA テラです。7期生藤本みなみです。はい、9期生後藤ひなのです。はい、テラモデル佐々木みのりです。はい、テラモデル山川咲です。キャプテンののんちゃんと現実経験者のなっちと春菜ちゃんお休みらしいじゃん。なになにその M 怖いんだけどちょっとずるくない？せっかくなんで今日は、はい、テラモデルチームとテラチームで、はい、対決しちゃいましょうか。はい、はいはい、まあね、確かに私たち今回このテニスラウンジからテニスを始めた、ね、はい、メンバーだから、はい、実際これが真の勝者を決めるゲームになるんじゃないですか。ね、はい、ね、はい、まずですね、本日はポーチというですね、ちょっと動きのあるボレーの練習をしましたので、それを使った、的当て対決をしていただきたいと思います。私と、3号がですねラリーをしますので、その中で、デラモデルさん、デラチームさんが、ポーチをですね出てですね実際に的を立てますから、そこに何本当たったかという勝負になります。制限時間は、3分という形でやっていきますので、はい、よろしくお願いします。それではゲーム2です。はい、第2ラウンドは、コーチと長い距離でのラリーをしていただきます。で、デラモデル3チーム、デラチーム3には、1回打ったら交代交代という感じでですね、はい、交互に打っていただく形で、たくさんコーチと、続けていただいた方のチームが勝ちという、ルールでやらさせていただきます。最後はですね、私たちデニマスクチームに、対してですね、デラチームさん、デラモデルチームさんが何点取れるかという形で、対戦形式の、はい、最後はバトルをしていきたいと思います。
ということで、同点で終わってしまいましたので最後はですね、直接対決で決着をつけていただこうと思います。はい、次回はもうバンバン攻撃したいと思います。頑張ろう。頑張ろう。
勝てて嬉しかったんですけど、なぜかね、毎回テニスラウンド大怪我して大変で、次はもう全部勝って帰りたいと思います。はい、ということでここまでのお相手は藤本美奈美と後藤ひなのとプラモデル佐々木みのりと山川咲とテニマスク2号とテニマスク3号でした。次回もお楽しみに。